はいどうも皆さんこんにちは、モドレです。それでは帝王大学続きからやっていきましょう。まあ、前回はなかなか怒涛の展開が待っていたという感じで、ただ、育成的にはすごいありがたい感じでしたね。これはメンタルやっても猫神か。休憩で練習っていけたらベストかな。なので軽めの練習一発かまして、友達か。肩行って最悪精神でもいいな。あーこれ精神だな。よし、おもっと練習した方がいい。まあまた精神か。これいらねえんだよ精神ポイント。じゃあこれ休憩からの打撃か。打撃いきますか、友沢。はい。あ、どっか行った。友沢くん、どっか行っちゃった。矢部くんの友情はいらねえな。で、休憩。もちろん、地方は勝つ前提なんで。よし。で、志望球団は、どこにしようかね。ちょっとカイザス行きますか。帝王なんで。でスタメンは確実6番。よし勝ちましょう。テレステレテレテレテ。ここやな問題は。ただだいぶ特殊能力をもらいましたからね。おおいいね。これもホームラン狙っていこう。よいしょー、入るか入らんか。スローボール。あー、ちくしょう。ダメか、打てねえな、なかなか。よし、行きますか。あーくそむずい今の打てないのやばいな。今の緊張しちゃったね完全に。いきますか。今のもったいねえな。スローボールって分かってたしね、モーションから。どうだ。ライナーすぎだ。オッケー。よし、またホームラン狙っていきましょう。あーくっそ、これダメだ。いやーダメですね。ミート落ちにするか。結局ミート落ちに戻る。話になんなかったな。じゃあ頑張りましょう。パワフル大学。なかなかうまくいかんな。ナウローディングしとりますよ主人公が。よし行くぜ。あーくっそ正面だって。うぜえその守備。よしよし、ショートの併殺とか最悪じゃん。いやまたかまたこれか。やばいなこれ。さあ来い。ボールか。ミート打ち。OKうん、まあまあ1安打かちょっとやらかしたなこの試合は。1安打はだいぶやらかしてますね。いやー2対1か。よし、ウォーミングアップ終了。こっ
からは、まあ、全国は負ける可能性があるんで、体力はちょっと下げていきましょう。で、そろそろ守備能力上げていきますか。うん、友沢。猫神は走塁か。まあ、走塁いくか、じゃあ。ただ走塁はね、もう本当に何回かでいいんで、一回矢部くんの友情タック踏んだってとこもあるし、まあそこまでやる必要はないかな。必要なのは技術っすね。技術がなくなりまくるんで、夜練で技術をして監督に呼び止められて、技術のポイントを稼ぐってのが理想っすね。で、5番。よし、全国1回戦。注目されています。あ、ひよこだ、ラッキー。ひよこね、弱いからラッキーっすね。ひよこ産業大学、これね、パワフルより弱いね。全国で一番弱いっす、ひよこは。当たり引けた、ラッキー。これから帝王大学行きますか。で、ひながた、あ、ひながた能力見ますか。こんな感じ、カーブ、フォーク弱いね。あとチームもこんな感じで全体的に弱いです。なぜ甲子園じゃない、全国大会に来れたこのチーム。さあ、プレー再開。投げた、打った、痛烈。おい、なんか強振下手だな。ここはね、負けないと思います、さすがに。なんで2点取られてるの。うん、フォークか。よし、いいとこ上がった。すいませんね、ちょっとガッチンガッチンしてるよね、画面が。あー、くそ、ダメだ、強振緊張するわ、なんか。リード地でいくわ。守備が変更。藤原になりました。さあ、プレイ再開です。ああ、ミート地いいね、やっぱり。もう安心するわ。ミートがでかくて。よし、勝ちました。見返りバットはね、やっぱホームラン打つと効力大きくなるんで、できればホームラン打ちたいんですけど、まあそうだね、下手だからそんなにいいかな。で、ピヨピヨと。で、全国決勝、最強大学で、これ見返りバットを買わないで、あのグラブを買うパターンがあるんですけど、個人的には見返りの方がいいと思うんだよね、帝王大学は。よし、前負けましたからね、次は負けられん。シュート、スライダー、カーブ、ミート地でいきましょう、最強は。よし、うまいからな、守備もな。おお、いいぞ。ああ、くそ、まあまあまあ、でも1人返せるか。あ、俺が走んのこれ。あ、そうなんだ。うわー、2点取られてるわ。あー、くそ、いやー、ダメか、難しい球。うわー、これは悲惨だな。まあ、悲惨だなって俺が言うことじゃないけど、こいつが言うことではないけど。はい。いつもの、いつものだな、本当に。
いつも見た光景だわ。でも相変わらず勝てんな。で、監督ブチギレと。ペナルティーですね。4月。新入部員。ランキング試験頑張りましょう。矢部くんですね。ボールコング。12点、弱っ。で、なんとか帝王を守り抜きました。あとは、まあ、休むか、一旦休んで。お、パワリン、ナイス、矢部くん。で、できたらですね、守備力欲しいんですよ。守備力をマックスにしたいんですよ。できなければ、まあ、最悪、ミートでいいかな。お、必死になれる。これ、デートイベントっすね。私は、今考えてるところですわ。で、携帯番号、教えてもらいました。ただ、デートしません。打撃からの最後、守備練習で。あー、できねえか。友沢くん、女の子に人気があるでやんすね。お前もモテモテだろ。パーリン使って、守備練習行きましょう。はい。どうしたんだ？どうなってるんだ？ね、犬川と猫神が取っ組み合いの喧嘩をしている。あまりの激しさに近寄れなくてさ。はあはあ、お前がそんな別れ強いだなんて知らんかったよ。なんだと？来い！やめろ！二人とも喧嘩だなんてお前たちらしくないぞ。俺は何もやってないぞ。良くないところ確認してみようって提案したら犬川が一方的に突っかかってきた。監督から認められたエリートさんが格下の僕にお言葉ですか？お優しいことだよ。猫神がどんなに犬川のことを心配したのか知っているのか？猫神は何度も俺に相談しに来てたんだぞ。お前はいつも自分の力に絶対に自信を持っていたじゃないか。でも監督は君を評価し僕を評価しなかった。どういうことかわからないのか？え、名指しで注意したとき、猫神は呼び出した。監督はあえてみんなの前で批判することで犬川を自発的に奮起させる計画を猫神に伝えたんだと。監督は犬川を外から叩いても奮起しないと判断したんだろうな。だからああいうことをしたと。それがあの時の笑顔さ。はい、監督から真実を聞いたと。監督の転機を伝えずにいたんだよ。でも犬川は劣等感に睨まれだよね。猫髪を拒否することで逃げようとしていた。それが喧嘩の原因。監督はすごい。こういうことが起きた場合に備えて一番身近な先輩である俺に話してくれたと。さすが監督っすね。犬川と猫神はプロに行く可能性が最も高いのです。失敗してプロ入りできなければ帝王野球部の恥ですからね。確かに、っていうことなんですよね。真実は監督、そして犬川。あ、猫神だった。ありがとう。こんなに思われている僕は幸せ者だよ。なのに劣等感や妬みばかり、恥ずかしいよ。っていうことで友情が芽生えました。いいね、ナイス友情イベント。で、監督ですね。これはもう、パワー一択。OK。監督評価はまあ余裕で足りますね。お、いいね。ちょうど来てくれた。これが猫神との友情タッグ。グッジョブすぎるな、猫神。で、休憩。何もなかったら、休憩精神でいいかな。あ、いるね、猫神。これは猫神踏むわ。ナイス、猫神。で、夜練はちょっと精神しかないんで、精神。お、シューパー。これ真似してみましょう。成功しろ。あー、ダメだ。これ成功すれば技術ポイントが上がりますね。だけど成功しなかったんで上がりませんでした。2% か。2% 行こうか、頑張って。いけるか。押した。カレン来い。来ない。お、パワリー、ナイス、矢部くん。練習できないけど。休憩で。
誰もいなかったら友沢がいる。友沢行くか。あー故障率が高いか。ちょっとやらかしたな。で第2グラウンドでボール当てですね。ファーストで日本代表のメンバーと大学生も入る可能性がある。俺もいつか選ばれるくらいになってやるぞ。で実家でのんびりしてたらお元気ボンバーズで7月ランキング試験ですね。挑戦者は矢部くん。玉小僧弱いですね。9点。よしナイスブリブリザイモン。また守備練習ですかね。わー猫神来た。カレンさん、あー来ない。カレンさんなんて来ねんだよ。これ猫神なかったら打撃いきます。あいるわ、さすが猫神。よいしょ。あー監督で精神。8月っすね。ギリ足りなそうだなこれ。猫神ナイス、最高やなこの男。あでそろそろ時間ですね。ちょっと一旦終わるか。この週終わってから一旦終わりますか。そっからはあと大会で終わりかな。で休憩で守備かな。監督声。おお、自主トレリストね。じゃあとりあえず今回この辺で終了させていただきます。次回最終回ですね。ぜひ見てください。それではお疲れ様でした。さよなら。